借りてオリジナル城を販売中です。ぜひコメント欄のリンクから覗いてみてくださいね。では本題に入ります。こんにちは、カワポンです。今日は2023年度の日本大学の共通テスト利用入試のポーターラインのご紹介をします。河合塾の9月の更新情報になります。今回は首都圏にある文系学部のみのご紹介になります。画面の4つの学部になります。では見ていきましょう。こちらです。一気にご紹介します。青い枠が 70% を切るところになります。法学部はすべて 70% 以上になりますが、それ以外のほとんどのところで青色になっています。文理学部では理系の学科もありますが、理系の学問は文系よりもポーターは低めに出る傾向があります。経済学部と商学部も 67% 前後のところが多く、狙い目と言えるでしょう。では今日は以上になります。ありがとうございました。